高田市病チャンネル。こんにちは、おはようございます。高田市病の渡辺です。本日は弊社の超極早生玉ねぎ泉州の誉りの紹介をしたいと思います。弊社では超極早生から中盤生まで、多くの品種を取り扱っているのですが、この泉州の誉りが弊社の品種の中では一番早い品種となります。実際こちらの玉ねぎ、弊社の農場で8月の29日に種をまいて10月の4日に転職をしております。1月の20日の段階で弊社の社員が農場に見た際にも十分に L サイズの玉がしっかりと入っており、今日2月6日の段階でもこのように L サイズ以上のしっかりとした玉が入っております。実際に重さを測ってみましょう。実際に今回収穫した玉は 430g と、玉ねぎを収穫する以上でも十分な玉のサイズとなっております。今日2月6日の段階でもこういった玉のサイズの玉ねぎがゴロゴロと収穫できております。他のところでは2月3月ぐらいから出てくる玉ねぎも、弊社のこの超極早生品種泉州の誉れでは1月下旬頃から収穫することができます。皆さんよろしければ作ってみてください。よろしくお願いします。この時期の超極早生の品種というのはやはり水膨れ、水が入って膨れるので、玉の形として、扁平球に、やっぱりなりやすいという特徴があります。その中この泉州の誉れという品種は水ぶくれする品種とはあるんですけども、扁平しにくいという特徴がありまして、畑で収穫が遅れたとしても玉の形を高高球で維持することができます。